どうも皆さんお疲れ様です。シュシャです。おっつーここごいかです。はい、ということで本日なんですけれども、セレクション第2弾についての動画になります。先日ダルビッシュさんが、ツイッターで発表されたんですけれども、セレクション第2弾選手13名を公開されたということで、今回はその13名の選手の能力を予想していきたいと思います。ということで、まあ今回も第2弾キャリアハイ能力になるんですけれども、今回は結構ねキャリアハイの時期が古かったりもするので、プロスピがね始まってない時期の能力とかもあったりしてね、なんで結構予想もしづらいところも多いんじゃないかなと思うんですけれども、この人ってこんな能力だったんだっていうか、この時代ってこんな成績だったんだっていうのを知らない人が結構いるんじゃないかなと思います。うちのチャンネルは結構ね若い人も見てくれてるから、もしかしたらねまだ全然野球とかを見てない時期の成績があったりするかもしれないし。あ、確かにそうですね。今回はそのような感じで過去成績とともにセレクションに選出された13名の選手をご紹介していって、最後に予想を立てていきたいかなと思います。ということで早速やっていきましょうか。でまず一人目が西武中島選手になります。でこちら2008年のキャリアハイ成績になります。成績左上載ってると思うんですけれども、まあ、打率が3割3分あって21本もホームラン打って、で盗塁もね25盗塁もあるということで、オールラウンダーな成績残してるんじゃないかなと思うんですけれども、何か補足情報はありますでしょうか。この年はあの北京オリンピックの日本代表に選ばれてて、まあ、自身初のゴールデングラブとベストナインを獲得してますね。なるほど。ベストナインはともかくゴールデングラブも獲得してると、あ、それだったらあれだね、なんか今までの TS2009 年バージョンだったんだけど、結構守備能力が低くてどうやって使おうかなっていう人が多かったと思うんだけど、これは結構期待かもしれんね。守備能力もちょっと上がるかもしれないね。そうあとは、まあ、打率がね2009年よりも3分ほど上がっておりますと。でまあ盗塁数も、前年度から増えてますということで、まあ、全体的に能力上がるんじゃないかなと思います。いきなり期待の選手ですね。そうだね、まあ、ミートパワーも上がって走力も上がって守備も上がるっていうのは、まあ結構ショートの中でもまあまあ強い方に入るんじゃないかなって思いますね。なんで中島選手の能力予想はこんな感じになるんですけど、ミートが80、パワーが76、走力76っていう感じになるんじゃないかなと思います。あれって言ってる割にはそんな上がってなくねえかって思うかもしれないんだけどあの翌年の2009年成績もまあまあえぐいからって考えると、そこまで大きく上にぶれるっていうことはないと思うんだけど、それでもトップクラス級にはなるんじゃないかなと思います、はい、では続いてソフトバンク石川修太投手になります。で成績はもう左上書いてある感じでこんな感じになっておりますと、まあ、このシーズンは、まあ、1シーズンで先発とリリーフをこなしてて、その中でもチームトップの13勝タイをマークしてますね。そんな感じになるんですけど、まあ、能力的に見るとねやっぱり18年成績なんで、19年のシリーズ1の能力からプラス1からは変わらないかなっていう気持ちあるんですけれども、まあ、今年も調子いいんで、これから、まあ、シリーズ2でもっと能力上がるかもしれないけれども、まあ、それも期待しつつ、まあ、ここで取っとくのは結構ありじゃないかなって思う選手ではありますね。で、まあ、最終的な能力はプラス1ということで、球威76、制球71、スタミナ71となっております。では続いて楽天青山投手になります。青山投手は2010年のものですね。成績がこのような感じになっておりますと。この年はあのちょっと最初先発だったんですけど、ちょっと怪我もあって途中シーズン途中からセットアッパーの方に定着しました、で片山さんと小山さんとの、まあ、勝利の方程式の3マウンテンズの一角を担っていました誰だよ出たことあるから、まあね、小山さん俺記憶あるから、小山さんはね OB で記憶あるけども、片山さんもなんか俺プロスピで見たことあるなと思ったんだけど、まあこれはちょっとごめんなさい、調べてないんであれですけど、で、まあ、この年は自身最高の防御率が 1.72 で、まあ、基本塁打が2本ということで非常に少ないですね。あ、そうだね。確かこの年ね結構ね本当に三振取る数が多くて、まあまあ成績見てもらったら分かるんだけど、52回と3分の1イニングで三振63取ってるんで、1試合平均10個ぐらい取ってるんですよ、あの1回から9回まで投げるとすれば。なんで結構ね能力的には期待してもいいんじゃないかなと思うし、あんまりねこの年フォアボールも少なかったから、割と制球も現役で今出てるものよりは上がるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、この青山選手の選手能力の予想になるんですけれども、球威が78、制球70、スタミナ64となっております。では続いてロッテ涌井投手になります。涌井投手は15年の成績ですね。成績は左上の通りになっております。まあ、この年はプロ通算100勝を、この年に
取ってますね。で6年ぶりに3回目の最多勝と5年ぶり3回目のゴールデングラブ賞も受賞してます。あんまりロッテの涌井さんでさ、そこまでグンで伸びたっていうイメージは正直ないんだけど、まあこうやって成績見るとやっぱり安定してるなっていうのはすごく思うよね。まあただね、能力としてはもう2016年シリーズ1のものじゃないかなって思ってるんですけれども、ちょっと期待してちょっとだけステータス上がってもいいのかなというのは感じております。ということで涌井選手の選手能力の予想は球威76、制球71、スタミナ82となっております。では続いて日本ハム鶴岡選手になります。鶴岡選手は2013年の成績になります、はい、で左上の成績になるんですけども、他に何かありますでしょうか。この年は、まあ、打率がキャリアハイ、プロ11年目の年なんですけど、はい、初のサヨナラタイムリーを打っておりますすごいな。でこの年ホームラン2本打ってるんですけど、うん、まあ、そのうちの1本目が、まあ、2年ぶりで、なんとあの投手大谷さんの初勝利に貢献する逆転弾となっております。でまあその中で能力考察になるんですけれども、まあ2割9分5厘打ってたらね、もうだいぶキャッチャーの中じゃね、ミート高い方じゃないかなと思いますし、去年の現役選手のキャッチャー全体の打率的に見ても割とミートは上がってもいいんじゃないかなっていうのを感じております。はい、なんでまあ最終的に選手能力予想としてはミートが74、パワーが6、総力が61にしております。で続いてオリックス糸井選手になります。糸井選手は14年成績になりますね。成績はこんな感じですと。でこの年は、6年連続で3割20盗塁ゴールデングラブ賞ということですね。おお、それはすごい。まあオリックスこの年14年はね、最後の最後までソフトバンクと優勝を争った年ということで、その中でまあ糸井さんフル回転していたということで、まあいろいろね、それが分かる成績じゃないかなと思います。まあなんでね、まあ去年の TS で糸井さん出てますんで、能力的にはもうそこまで言うことはないですね。はい、ということで糸井さんの能力は去年の TS のものにプラス1されたミート83、パワー75、走力83になっております。では続いて巨人菅野投手になります。菅野投手は18年成績のものになっております。で左上の成績見てほしいんですけれども、とんでもない成績になっております。まあこれに付け加えて何かあれば、まあみんな知ってると思うんですけど、クライマックスシリーズの第2戦でまあ、ノーヒットノーランを達成してます。で史上5人目の2年連続沢村賞ですね。でこれ結構珍しいんですけど、全ての基準項目を満たしての受賞になってます。なるほどですね。菅野投手2018年成績ということで、どんな能力か2019年シリーズ1を見てもらったら分かると思うんですけども、もうめちゃめちゃえぐい能力してますと。まあなんでこんな能力高いんだっていうのは逆に見ると、そりゃその成績取ってたらこの能力になるよなっていうのは分かると思います、うん、まあということで能力予想につきましては、シリーズ、2019年シリーズ1にプラス1された球威85、制球86、スタミナ86となっております。では続いて横浜石川武弘選手になります、はい、石川選手は2010年成績になっております。まあ、この年は自身初の出塁率が3割超え、そして盗塁がリーグ2位の36ですね。石川さんこの年 1,2 番上位打線だったのかな、なんかそんなイメージがあったんだけど、2割9分4厘で、まあ、ヒットも153本打ってるということで、申し分ない成績じゃないかなと思いますよ、うん、ね、特に 1,2 番としてはね。ということで最終的な予想はミート73、パワー61、走力77になっております。お、はい、では続いて阪神鳥谷選手になります。鳥谷選手は2010年成績になっております。はい、この年はですね、ショートとして史上初のシーズン100打点を超えました。でプロ通算の1000本安打達成と、この年得点圏打率が3割6分でリーグトップになってます。おー、なるほど。そうで、その中でも満塁はなんと打率5割でございます。おー、まあ鳥谷さんね、まあこれちょうどね2010年シーズンは TS も出てるんですけれども、まああとはまあ特にまあTS 出てるんで能力について言うことはないんですけど、今ロッテということで、これからね A ランクとか排出される可能性だって全然あるし、 S ランクだって排出される可能性あるので、そういった意味じゃね、当たった時にはね、いろいろ考えられることもありますので、個人的には結構世代なんでね。ああ、そうだね、個人的に欲しいね、個人的に欲しい、うん、ということで最終的な能力要素になるんですけれども、 TS にプラス1されたミート79、パワー76、走力76になります。では次広島丸選手になります。丸選手は2018年成績になります。この年は広島最後の年なんですけど、通算1000本安打で自身初のシーズン30本塁打で、王貞治さんの次いで史上2番目のシーズン130四球フォアボールですね。でゴールデングラブと2年連続の MVP 獲得してます。おお、なるほど。やっぱこの年の丸さんって相当エグかったイメージが強いもんな、うん、
というのもありまして、丸さんこれどっちで出るんだと、能力18年シリーズ2で出るのか19年シリーズ1の巨人バージョンで出るのかっていうのはあると思うんですけど、僕的には2019年シリーズ1の能力で出ると思います。まあそうじゃないと1人だけ18年シリーズ2で出すのもおかしいからね。でまあ能力に関してはもう言うことなしですと。はい、でまあ最終能力は2019年シリーズ1にプラス1したミート81パワー84総力74になります。じゃあ続いて中日ビシエド選手になります。18年成績ですね。こちらこの年はセリーグ記録となる月間47安打を記録してます。で首位打者最多安打ベストナインも獲得してますね。なるほど。まあ、ビシエドさんこの年3割4分8厘取ってるのがすげえな。で26本で99打点ということでパワーも申し分ないと。まあ、ビシエドさんも18年成績ということで基本的には19年シリーズ1のものにプラス1された感じかなと思っております。では最終的な能力予想としては2019年シリーズ1にプラス1されたミート84パワー81総力64になっております。では続いてヤクルト吉典投手になります。はい、吉典投手が2010年成績ですね。でこの年はプロ初の、まあ、完投と完封をしてまして、3年目で初の2桁勝利ですね。でこの年球速の方が161キロを記録しております。そうだね。はい、以上です。はい、まあ、吉典さんねこの年一番納得のキャリアハイじゃないかなと思うんですけど、今回吉典投手過去能力がないのでここは結構がっつり能力予想していくんですけど、先日ダルビッシュさんがツイートで、まあ、ヤクルトの選手は最強決定戦必須になってくると言われてたんで、どっかが同値になるかどっかが A に乗るかみたいな能力になると思うんですよね。そうだね。でそこで考えてみると吉典投手この年結構フォアボール多くてっていうのも考えると、そこまで制球と何かが組み合わさって同値になるよってことはないのかなと思います。なんで球威が A に乗るかスタミナが A に乗るか球威スタミナが同値になるか、そういう能力になるんじゃないかなと思います。結構がっつり予想したんですけど、最終的な能力予想としては球威が78制球が68スタミナが77になっております。ということで12球団の各選手の過去成績の紹介と最終的な能力予想をしてきたんですけれども、最後にもう一人残っておりますということでダルビッシュ投手になります。でダルビッシュ投手になるんですけれども、成績さっき菅野さんえぐいっつったけど、うん、超えてくるよね。やっぱすごいよ。バケモンすぎんだろこれ。で他にもありますよね。まず球団史上最長の5年連続開幕投手で129人目の先達三振ですね。先達三振、はい、連続無失点記録が46回と3分の2。バカじゃねえ、どういうこと。46回と3分の2完投したとして6試合目だ。バケモンすぎんだろ。完封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 みたいな。やば。で1993年野茂さん以来の1シーズン250奪三振でこれがすごいんだけど、5年連続防御率1点台。バケモンでしょ。リリーフですか。違います。先発です。でさこれ何がやばいってさ、これでダルさんがさこの3ステのさ監修もしてるわけでしょ、このセレクション。そう。いや菅野さんこの成績でこの能力でしょ。これ上回ってくるってことでしょ。かもしれないね。いやでも本当にさっきも言ったようにダルビッシュさんは全て監修してるということで、正直な話予想ができません。ダルビッシュさんについてはもうオールハテナでいきたいと思います。はい、ということで今回ですねセレクション第2弾選手の過去成績紹介と一緒に能力予想もしてきたんですけれども、まあもう一つ予想としてセレクションいつ来るんだろうっていう話になるんですけれども、まあこちらは13日に TS が終わるので早ければ13日そのままセレクション移行するのかなと思うけど、まあ1日ぐらい空けて14日でも来るんじゃないかなと思いますんで、まあだいたい13から14の間で来るんじゃないかなっていう予想にしておきましょうか。まあその日はねちょうど休みでもあるんで、まあその時はセレクション来るか来ないかのところで待機生放送でもしたらいいかなと思いますんで、はい、その時は、Twitter の方で告知しますんでぜひともよろしくお願いいたします。ということで今回こんな感じになりますけど、最後何かありますでしょうか。早く引きたい。早く引きたい、間違いないです。ありがとうございました。